外、契約合意。よってのね、二人外内野手が来季契約に合意したことが22日、わかった。近日中に発表される。DeNA から加入した今季は、主に、4番ファーストで132試合に出場。88打点はソフトバンク山川に次ぐリーグ2位の成績を残した。大事な終盤戦の9月には4試合連続の本塁打を放つなど、月間打率3割3分8厘でチームの CS 進出に大きく貢献した。松本球団本部長はシーズン終了後に頑張ってくれましたので、球団としては残留要請したいと話しており、外もロッテに戻りたいと残留への思いを口にしていた。珍しく早かったな。カイケル・メルセデスも残留させておけよ。代わり探してもそうそういないんだから。珍しく早いな。安田くんはいよいよ崖っぷち。安田はサード専念で。MLB で全く通用しなかった有原ごときがエースになれる程度の球団、ソフトバンクが NPB 最強は草。チームとして契約金に問題なけりゃ切る理由がない。ウォーカーもソフトバンクから拾ってあげて、ロッテなら仲のいいポランコもいるし、活躍しそう。ドラフト前日とは思えないほど話題ねえな。安田はサードでいいし山口はファーストで良いんだよ。それでレギュラークラスの成績残してたんだから、競争で負ければ出れない。それだけの話で複数ポジ守る器用さなんかないのよ。OPS はリーグで5位、ホームラン4位だもんな。今のパリーグじゃ外とポランコは最強クラスの並びだよね。横浜が来年オースティン放出したら飛びついてきそう。まあ助っ人頼りのチームだし、しょうがないね。何年契約なんやろ。さすがに年齢的にちょっと怖いような。突然打てなくなってもおかしくないし、マーケンもこれくらいじゃなかったっけな。オリックスは狙ってたやろな。来シーズンもね、二人今日の歌が聴ける。レイエスも外も欲しかった場合。